黒インゲン豆は特に、ラテンアメリカ料理で人気のある、小さく、ツヤツヤした、インゲン豆の一種で、ルイジアナ州南部のケージャン及びクレオール料理でも、使われている。すべての種類のインゲン豆と同様に、黒インゲン豆もアメリカ州が原産だが、世界中に広がっている。黒インゲン豆は、インド料理、タミル料理でもカルップカーラマニとして使用され、マハーラアシュトラ料理では、 からゲバダとして知られている。黒いんげん豆はしばしば単純にブラックビーンと呼ばれ、この呼び方が他の黒い豆との混乱を呼んでいる。黒いんげん豆は濃厚で肉のような質感があり、フリホレスネグロスやメキシコ風アメリカ料理のブラックビーンブリトーなどのベジタリアン料理で人気がある。ブラジルの様々な地域でも非常に人気のある豆であり、 国民食であるフェジュアーダに使われている。また、キューバのモロスイクリスティアーノスの主要な材料であり、コスタリカやニカラグアの代表的なガージョピントの必須の材料であり、ベネズエラのパベジョンクリオジョの基本的な部分であり、ラテンアメリカ全域や米国のヒスパニック系、居住地でも供されている。ドミニカ共和国の料理では、単純に黒いン豆のムーアジーンと呼ばれるモロスイ、 クリスティアーノスの一種に使われている。黒ンゲン豆はスープの材料としても人気がある。キューバではブラックビーンスープは通常白米と共に供される伝統料理である。この豆はが米国で最初に幅広く栽培されたのは米国戦争の後だが、はじめはスナップエンドウの一種としてサヤゴと食べるために育てられた。この豆を茹でた熱湯の中に留め、 味付けのための他の材料とともに、スープとしてやブロスとして食べたり、他の料理に味付けたり、色を添えるために使われる。黒いんげん豆の資料からは、2006年に乾燥した、主皮 1g あたりに0から 2.78mg のアントシアニンを含むことが報告されている。ありがとうございます。